え、てか、あんま来ない方がいいよ、この人のとこには。いやいや、それやめてよ、なんで、なんで。いや、一番、俺が VTuber の女の子だったら、一番避ける LINE のとこの、最初の門にいる人だもんなって。違う、いや、その辺は、違う、うまくやってるから、俺も。あ、そうなのね。うん、あかりんはだって V スポでしょ、うん、あ、はい、夢のか。夢のはだって V スポじゃん。え、そっち呼び？うん。V スポにはやっぱ媚びへつらうよ、俺も。だって俺が結構ね、適当に行くのは無所属とかよ。お前本当にゴミ野郎だな。いや、そりゃそうよ。肩書きで人見るのはあんま良くないんじゃないかな。当たり前じゃん。無所属の V は手荒に扱うってこと？え、まあ何言ってもいいんでしょ、だって別に。え、じゃあ昔の僕だったらちょっと手荒に扱われちゃってとかもしれない？いやいや、そんなことはないけどね。そんなことはないよ。大丈夫かな。え、どこだこれ。え、ゆきおさんはそんなイメージなかったけど、今日大丈夫？いや、そういう人だよ。大丈夫かな。一回運営さんに確認してきてもいい？ゆきおさんと今からロールするんですけど大丈夫ですか？まあその確認のラインではあるかも。でもやめて、絶対やめて。あんま V スポ NG、あんまりってかほぼないと思うけどね。あんま聞いたことないの。うん、あの人と絡んじゃダメですとか言われたことない。あ、いい会社だね、じゃあ。まあでも、うん、もうあんまこういう言い方しないけど、でもゆきおさん OK ってことは多分マネージメントできてないと思うよ。あ、ゆきおさんは なんかやらかしちゃったの過去に。いや、何もやらかしてないんだけどね、正直。 VTuber に言っちゃいけないこととか言っちゃったりしたことある？いやいや、大丈夫。後ろ盾ある人には言わないから、言ったことないからそれ。うん。ゆきおさんは名字はないの？ゆきおオンリー？名字は岡野だね。岡野家の次男。うん、岡野家の次男やね、俺は。次男坊なんだ。次男坊、次男坊。うん。ちょっと待って、やばい。兄貴と妹がおるね、俺は。いや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 、ねえ、なんか俺のせいみたい、俺のせいみたいな大パンやめてよ。他の夢のじゃん。いやいや、あんまり関係はない。あんまり芸人さんみたいな。いますかそれ。うわ、すごい、俺のとこに熱烈なあかりんファンが湧いてる。嘘。あかりんに粘着するなよ、タコ。うわタコ、俺がいつ誘ったんだよ。私の厄介ファンいない？厄介ファンだな。いや、それはもうファンじゃないかも。ファンチか、これ。あかりんを叩き棒にしてるアンチだよ、これ。叩き棒。腹減ってる時なぁ。飯食いてんだよな。何その、え、分かる、前足出したら歩けんだよなみたいな。僕もお腹空いてる時にさ、なぜかご飯食べたくなるんだな。いや、そうだよね。うん、あ、同じ人。やっぱ夢の分かってるわ。分かる、マジで。通じ合うものあったんだ。やっぱ夢の分かってるわ。そう、これマジで。こんにちは。おい、粘着したろ。えぐ。あれ、白波じゃん。すぐ。何？高校生の同級生か。え、ゆきおじゃん。白波じゃん。え、ゆきおじゃん。久しぶり。いや、喉痛いな。大丈夫？最近なんか結構、結構喉痛くならん？あかり。最近ね、ちょっとやばいかも。休んでも休んでも。地声じゃないからってこと？え、そう思ってんの、アジャさんは。よいしょ。思ってないね。付き合い4年ぐらいになるけど、まだ僕の声を地声だと思ってないの？いや、あかりんって、そういえば手叩かないなって思ってたよ。喋りながら。あー、変なってないでしょ。なってないね。やめて、その初見の人がコメントするやつ。手打ってもらって、手叩いてもらっていいですか？ボイスチェン確認やめて。さすがに今のボイスチェンジャーって、それでも割れなそうだけどね、音。やめてよ。いや、違う。この話じゃなくて。たまに僕、ジャージさんすげえな。切り抜きとか見るとさ、マジで僕の本当に男だと思ってる人が、なんか、本当にちょっといんの。本当に女だし、運営さんにも合ってるから、僕。まあ、運営さんが隠してない限りはないってことだよね。あれさ、やめなよ。いやいや、じゃあ別に、可能性の話ですから。いや、すごいね、V スポにそういう子までいけんの。いや、ちょ、なんか俺そんな気なしてた今、V スポのこと。えぐいわ。そんなつもりなかったんだけど。いやいや、ちょ、ちょ、バック V スポいて。そこまで行ってないのに。あ、いや、なのに V スポ、無所属はいけるけど。ただ、V スポは無理よ。え、何ラムチのスキンそれ。もう、かわいいでしょ。これ、いいや。バーガーディアン。ねえ。行くよ、行くよ、ちょっと待って。あ、死ぬか。
まあ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 いいでしょう。なんかもしかして僕ってロールあんまり上手くないのかもしれない。そんなことないそんなことないそんなことないあ、おったかおったかおったかいな。ゆめのうめえじゃん。あったかいな。あれ、逃げれるか。そんなことって。頑張れ、あかり。あかり、頑張れ。行くわ。え、逃げれたんだけど。奇跡か。俺が粘着するわ、そいつに。あ、俺枯れてよ、あれ。フラッシュある、フラッシュある。後ろにいる。ナイス。おい、ナイス。うん。うん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 。お互いドラゴンを取ってない。いいんじゃないかこれ。 TP あんのかよ。ギリギリのギリ下がれそう。うわーうえーそれはずる。それはずるかいマジで。それはずるだよな。え、ガチずるいよ。おじゃ下から出てきてる。ガチチートやんそれは。あ、なんか今日無駄にデカいロットちょっと安い日だわ。そんな日あるの。絶対にやれないね、そんな日は。いつも1250円なの、今日1200円だ。ちょっと安売りしてんだ。嬉しい、俺も買おうじゃん。ねえ、今日買いな買いな、今日安いよ。コミット大量だ。はい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 ダメージ。おいナイス。唐揚げくんうま。言いながらやってたの。食べたい。余裕じゃん。腹減ったんだよな。俺もなんかさ、マジでお腹減るとね、ご飯食べたくなるんだよな。そうなんだよね。そうなんや。いいなよな。いや面白いね。ロールって性格が出るゲームで、あの性格がプレイパターンに出るんですよ、はい、せっかちない、はい、せっかちな人とかね、なんか分かりやすいんですよね。負けず嫌いな人とか、まあ何も考えずプッシュしたい人とかも分かりやすいですよね。ジグス選んだり。はいはいはい。あー、これ敵ね、強い。楽しくやろ。我々はスカーナーナサスを倒すことができない。頑張るしかねえや。倒すことができないということは、早めに試合を畳みましょう。ボコボコにして。なるほどね。大丈夫だよ、ボットはね、アカリンとラムでね3分でおるよ。インベード気をつけてくださいね。はい。あんまり難しい言葉使わないで。あのアカリンみたいな、そんなにも考えないで前に進んでるやつを5人でキャッチしに行く可能性があるので気をつけてくださいね。なんかトゲあるな。すごいすごい、チクチクチクと。はあ。今日そんな感じなんだ。はあ。はあ。それは出ろ。アカリンやばい。言ったよな。ああ。なあ。食われまくったら本当にボット捨てます。あかんだそれ。はい、うん、ごめんなさい。じゃ、あのさ、もうちのフック太くない？太い、太くて長い。太いんだよな、なんかマジでのうちのフックって本当に太い。うん、ナイス、やるね。ほらもうえぐいもん。帰ろ。これ僕も帰る。あー、カリンは帰んなくてもいいけど、あんまり押しすぎると眼鏡くるかも。わかった。前けど、そもそもガレンなさってガレン結構きついよな、多分。え、ガレン有利なんじゃなかったっけ。ちょ、ガレン有利ではある。うわー、これ死んだ。ガレン有利なんだ。ゾイがやばい。落とすカーナーです。いや、それはやるか、やるか、やろう。バレてはない。俺が行くわ、先。あー、フラッシュ入ったな。 あ、死ぬわ、これ。負けちゃった、待って。無理だ、無理だよ、無理だよ、あんなこと。あかりんくん、あかりんくん、そのゾイ行ったら行く。わー、これ死んだ。絶対やめた方がいいよ。あ、死んだ。ちょっと粉々やね、俺ら。お、15分経ったぜ。お、オッケー。おー、ナイス。おー、ナイス。ナイス。おい、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 おい。よっしゃ、ノーマル行こっか。おい。どうだったフレックスは。初めてのフレックスは。よかったね。二度とやりたくないかな。